よし、プリンスとエースが今回。じゃあまず最初プリンスにしようか。プリンス、今日はどんなミッションだい？じゃあな、金之助。僕は最近キングサイズに夢中なんだ。すげえでっかい魚のことさ。あ、お前もキングサイズか。どうだ、僕と競争してみないか？お前もキングサイズの魚を8種類以上釣ってこい。負けないぜ。持ってるんじゃないかな、どうなんやろ。そう、そう言うと思ったぜ。負けないからな、金之助。おう、こっちこそ負けねえぜ。で、あ、持ってるね、俺。取ってきたぞ。お、ほんとか、どれどれ。確かにキングサイズの魚が8種類。僕は7種類だ。ふふ、負けたぜ。完全に僕の負けだ。なんで1種類だけ少ないんだ、お前ら。わざとか？どうやらお前の眠れる才能が完全に目を覚ましてみたいだな。しんのすけ。いよいよ次の挑戦が最後だぜ。しんのすけ、お前の真の実力をこのプリンスに見せてもらおうじゃないか。おー。これでプリンスも最後か。じゃあエース、最後のミッションなんだい？よ、しんのすけ、来ると思ってたぜ。おー、さすがに気になるからな。わかってるだろうな、しんのすけ。この俺、いや、エースからの最後の挑戦状、受け取る準備はできているな。おう、どうなんだ？最後の挑戦、それは、それは？この村で取れる虫を全種類捕まえてくることだ。俺でも捕まえてるんじゃなかったっけ？おう、姉ちゃん、いや、先代リーダーの黒アゲハが言うには、この村には44種類の虫がいるらしい。エースと言われた俺でさえ、40種類しか捕まえたことがねえ。どうだ、しんのすけ。この俺を超えること、超えられるか？挑戦してみましょう。お前に全種類の虫を捕まえられるかな？楽しみにしてるぜ。あんな、プリンスも最後、全種類って感じかな？あ、まだ全種類俺捕まえてなかったっけ？え？図鑑で？あ、そっか。魚は捕まえたけど、虫はまだこれ一匹捕まえられてないんか。あ、オッケーオッケーオッケー。わかったわかった。じゃあちょっと探してこよう。よーし、プリンス、今日は何なんだい？今日は何の挑戦をするんだい？よーし、しんのすけ、来ると思ってたぜ。わかってだろうな、しんのすけ。この僕、いや、プリンスからの最後の挑戦、受けて立つ準備はできているな。全種類だろ？最後の挑戦、それは？それは？この村で釣れる魚を全種類釣ってくることだ。もう釣ってきてるぞ、それは。おお、姉ちゃん、いや、先代リーダーの黒アゲハが言うには、この村には34種類の魚がいるらしい。うん。プリンスと言われてた僕でさえ33種類しか捕まえたことがねえ。どうや。どうだ、しんのすけ。この僕を超えられるか？いや、もう超えてるんだから。もう、とうに超えてる。ふふん、お前に全種類の魚が釣れるかな？楽しみにしてるぜ。そうか。じゃあ一瞬で終わらせてやるよ、その、楽しみをな。はい、取ってきたぞ。何？何？もう釣ってきたのか。どれ？見せてみろ。あ、黙っちゃった。あ、完全黙っちゃった。確かに、34種類全コンプリートしやがる。お前すごいな。お前は僕をこのプリンスをも超えた真の魚釣り名人だ。おう！僕のメインにはクリーンはなかったぜ。これからもう僕と一緒に魚釣りしようぜ。約束だぜ。魚釣り名人、しんのすけ。はっはっはっは。なんか嫌な名前ってか、あんま好きじゃないな。魚釣り名人。あ、琥珀が手に入った。これでプリンスのミッションすべてクリアということか。そう思うとさ、プリンスとエースのさ、ミッションはすげえ簡単やのにさ、なんだっけこいつ。こいつなんつったっけ、あ、チャンプか。エースのやつ、ソラ兄ちゃんに憧れちゃってさ、一人旅なんてかっこいいのな。あ、チャンプのさ、ミッションすげえむずいんだけど、松茸、3つ取ってこいとか言いながら、あと2つ見つからねえんだよ。めっちゃむずいんだよな。とりあえず、どうしよっかな。もう、いいかな。なら、炭の町行こう。よーし、ちょっと作ろうか。お品書きを開いて、親父おすすめ冷たい。これ作ろう。どんなんだい？どんなんだろう。蕎麦？冷たい麺って言ってたから。どんなんなんだろう。てか、おー、ナスの、山わさびのとろ、爪サバ？そば？え、めっちゃうまそう。え？ふーい。ご注文の料理だぞ。おー、いいじゃねえか、坊主。さっぱり。ネバトロでツーンとくる。こりゃ最高じゃねえか。うわー、いいねえ。夏とか食ったらめっちゃうまいんだろうな。俺がしっかり宣伝しておやるぜ。それとこれは俺からのおだちんだ。遠慮しねえで取っとけよ。ほら！おー、400円。
お、500、1500やからあれ、金買えるんじゃね、もう。あと、あら簡単。あ、まだなんかあんのかい？ちょっと聞こう。よう坊主、この前の山わさびのとろ、冷やそばは、我ながらナイスアイディアだっただろう？うん。ガッハッハ、よそいのやつもメニューが増えて喜んでるんじゃねえか。でよ、俺の次のアイディア聞きたいか？聞いたいよ、聞きたいよな。なんか無理やりだな。おお、引いてるぞ、しんのすけも。遠慮すんなよ、坊主。次はよ、ズバリ。若い嬢ちゃんたちも喜びそうなメニューだぜ。おっさんが若い嬢ちゃんたちのメニューを考えるって。いいか、レシピはこうだ。ちょっと耳かしな。ひそ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 。ほうほう。な、今度もいい線ついてるだろ？あの店にはこういうのが必要なんだよ。どうだ、作ってみねえか？はい。なんなんやろ。お、そうか、やってみるか。いやー、そいつは楽しみだぜ。頑張れよ、坊主。お前が楽しみにしてどうすんだ。別に、若い姉ちゃんが。唐辛子、キュウリ。あー、でもこれは唐辛子は必要なんだ。オッケー、わかった。ちょっと取ってくるよ。とりあえず石探しやね。お、セリが3、あらんか、あら簡単なかけらもらえるよ、めっちゃ。え、これ欲しい。いや、いいよ、いいよ。全然いい。やったー。他どうしようかな。もうちょっとあるかん。これもいいよ。松茸はやれねえしな。ああ、な、あんなら、いけるやん。あれは、こっちか。んこっちか。ちょっと待って。あ、そうだそうださ。ゆり姉ちゃんとこ行くんや。ゆり姉ちゃんに行こう。作ってくれよ、トロッコ。お、トロッコレースができるぞ。やっと進んだ、やっと進んだ。ゆりお姉さん、材料持ってきたぞ。おお、これでトロッコできるぞ。早速発明しちゃおう。どんなんだろう。しんちゃん、はい。そこのアットヒラメーターに集めた材料を投げ入れて。オッケー。お任せちょうだいよ。じゃあどんなんできるんだろう。この悪空間に入れて。なんでちょっと似合ってしてんやろな、しんちゃん。どんなんできんねやろ。子供用のトロッコってことかな。え？じゃじゃーん。おおお、なんだなんだなんだこれ。補助席みたいな感じなのかな。またまた大発明。大人になりたいっす。ああ、そういうことか。足が届くっていう感じか。なるほどね。これでしんちゃんでもトロッコに乗れるわ。おお、やったやった。早速乗りに行こう。ユタやったっけ。ユタのとこ行こうぜ、さっさと。よし、行こう。あ、そっか。トークローって若い人に許可をもらんと無理なんか。そうやんな。え、どんなんなんだろう、トロッコレースって。え、めっちゃ楽しみやな。よう来たぜ、兄さん。早速乗らせてくれよ。おや、なんだい、その椅子は。大人になりたい椅子だぞ。これなら足が届くぞ。すごい、しんのすけ、お前、いつの間に。いいね。ほう、考えたな。ふむ、これなら、これはよくできている。なるほど。なかなか考えられた設計だよ。あ、そうなんか、なんか、継ぎはぎみたいな感じだったけど。よし、ユタ、お前の分も作ってやっから、対戦してみろよ。え、対戦？ありがとう。登録さん、くすん、ありがとう。素晴らしい走りを見せてくれたら、特別に、トロッコレーサーの証を授けよう。え、頑張る、めっちゃ。いい勝負を期待しているよ。え、しんのすけ、負けねえぜ。おう、こっちこそだよ。トロッコレースはトロッコに乗って制限時間内にどれだけのポイントを集められるかを競い合うレースです。ほうほうほう。線路の上にある鉱石を拾ったり、コースを一周することでポイントを集めることができます。はいはいはい。カーブを曲がりきれなかったり、相手に衝突されたりするとポイントを失ってしまいます。あ、曲がりきれなかったとかあんねんや。トロッコは R を押し続けるとどんどん加速し、R を離すとスピードが落ちてしまいます。はい。カーブでスピードを出しすぎているとトロッコがガタついてポイントを失います。カーブの前にスピード落としましょう。ああ、OK。OK、OK。簡単やね。じゃあやろうか。おお、マジのレースじゃん。かわいいな。これは、マリオカートみたいなのかな。よーしょー。ほい。あ、どうした。一応下げたけど。あ、そういうことね。あ、そうね、めんどくさ。あ、むず、結構むずいぞ、これ。あ、むずい。
あ、いえいえ、むずい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 。え、これどうしたらいいんだ。やばい、0点0点0点だ。え、あ、足りない。え、どうやったら加速。おいしょー、ほい。あ、ラップボーナスなんかも、 OK。 あ、これタイミングやね。そうやね。どこで話せばいいんだ。ここら辺で話せばどうだ。 OK。 で、長押しの方がいいってことやね。わー、やばい、ミスったミスったミスった。あ、よく気づいたら右にメーターあるじゃん。あ、で、これで3個で、ここで落ちて、よいしょ、ギリギリで大丈夫って感じやね。ここで離す。 OK。 なるほど、やっと分かってきた、やっと分かってきた。ほい、ここで離して、9、8、7、6、5。お、これ、おっと、やばいやばい。あ、でも勝った勝った勝った。 OKOK。 41対34、勝ち。あ、これ2回目やったら、あ、アラカンタンがもらえるのか。あー、そういうことね。40、あ、70まで取らんとあかんのか。これ面白。オッケー。一回やったらちょっと慣れたから、わかったわかった。なるほどね。もう一回やりたい。ちょっと70まで取りたいな、これ。負けた。伝説のレーサーになるはずのこの俺が負けた。俺は才能あるかも。何でもいい。才能あるな。しんのすけくん、なかなかの筋がいいな。初めてとは思えない走りっぷりだったよ。それほどでも、これは人気になるわ。ぐぬぬ。いや、これ楽しいわ。普通に楽しい。いいね、いいね、いいね。ちょっとやりたい。もう一回やりたい。もう一回やりたい。もう一回できるかい？どうだい？ん？あ、なんだい？え？僕が食べたいもの？そうだな。ああ。子供の頃、ばあちゃんが作ってくれた山菜たっぷりの汁物が忘れられないな。おう。山菜鍋か？でもちょっと腹にたまらないんだよな。あー、そうかもな。お肉とか入れたいよね。おばあちゃんの味。何を集めんだ？あ、できるじゃねえか。あんな、ちょっと作ってこようか。あー、どうしよう。トロッコレースもしたいけど、ちょっと作ってくるわ。ちょっと作ってくる、作ってくる。まだ火は大丈夫、大丈夫。ちょっと作ってくるわ。そしたらそこに戻ってくるやろ。よし、行こう。さっさと行こう。オッケー。よーし。これか、おばあちゃんの山菜汁。作ります、作ります。どんなんだろう。山菜汁やから、鍋は、あんなんやったけど、山菜汁はどんなんなんだろう。あ、まあ、そう。何あれ、きりたんぽかな。あ、きりたんぽ汁や。ほんまや。お待ちどうさま。あ、これを持ってってくれ。あざす。じゃあ持っていきましょう。そしてレースをしましょう。どうだい？これだよ、これ。ばあちゃんが生きているうちに教えてあげたかったな。ああ、そっか、もういないんか。ありがとう、しんのすけくん。お礼に僕がレーサーとして君を鍛えてあげよう。おう、マジか。どんなどんな？いつでも声かけてくれ。一緒にレースをしようじゃないか。おう、すぐにしようぜ。今すぐしよう。おばあちゃんの味。今すぐしようぜ、レース。よし、やろうやろう。時間がある限りやろうぜ。さあ、待っていたよ、しんのすけくん。手加減はしないよ。真剣勝負こそが上達の早道だ。そうだね。大人と勝負か？お、なんだ、トロッコレースでは遊びたいコースを選択してレースを始めることができる、できます。はい。レースで勝利したり、ポイントたくさん獲得すると様々な商品をもらえます。はい。Y を押すと、そのコースでもらえる商品を確認できます。あー、なるほど、なるほど。Y を押したら、よし。あ、じゃあ、こうか。あー、あら、簡単と。あー、なるほど。あ、結構もらえるんだね。これは、あ、これはヒントか。オッケー。じゃあ、これやろうか。先に。装備を始め、この装備で始めるか。オッケー。これしかないからな。なんだろう。なんかもらえるんかな。このお兄さんと勝負って感じかな。あ、ちょっと違う。さっきより。頑張ろう。おー、大人げないぞ、それは。よーし。これは、カーブは、大丈夫って感じやね。ほい。オーケー。もう、あ、タックルとかしてくんの？これで。せこくね、さっきの。ちょっと大人げないぞ。
ちょっと待って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 。お、あれは取れないな、まだスピードが足りないっていうことか。オッケー。ちょっとま、むずいな。そっか、タックルしていくのか。よいしょ。なんなんだそれは。なにその技。そういうこと、そういうこと。あ、そっか、赤信号で。あ、おお。上げろ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 。ほい、よいしょ。どうやってあれ上げてるんだ。おお、危ない。ワン、どうやって避ければいいんだ。マジかよ。むずいむずいむずい。よいしょよいしょ。ちょっと待って待って待って、どうやって、どこでそれやってんだ。ん？ちょっとよくわからんな。あ、違うやんな。違うやんな。どうやってやってんだ？ゲットだぞ。うん？うん、このスピードぐらい。うん。どうやってやるんだ？ちょっと教えてくれよ、それ。よいしょ。あ。おお、あ、これ壊せるのか、びっくりした。無理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 。どうやってやるの、どうやってやんの、どうやってやんの、どうやってやんの、それ。無理、勝てない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 。ちょっと待って、ちょっと待って。マジか、100まで。ちょっとやり込むわ、手加減しないぞ。あ、パーツショップなんてあんねんや。何これパーツショップって。パーツショップではレースで使うトロッコボディやパーツを買ったり装備することができます。お前、これせこいことしてたんか。パーツを購入にはお小遣いのほか、鉱石やガラクタなども必要です。はい。手入れしたトロッコボディやパーツは自由に付け替えてカスタマイズできます。自分だけのトロッコを作りましょう。新しいパーツが入ってるよ。おい、こいつ、チートしてたんか。普通にトロッコよりも加速が速くてガタつきにくい、誰にでも使いやすいトロッコ。おい。こんなんのが Y を押すとドリルが出現し大きな岩を破壊することができるぞ。ビームで対戦アイテムで発射して相手にダウンさせられる。ちょっと待って、こんなせこいことしてた。じゃあ金集めてくるわ。ちょっとお前、ほんま大人げないな。ほんまちょっと勝負しようぜ、マジで。マジぶっ殺しやるかな、ほんまに。口悪いけど、さっきのせこいぞ、かなり。おい、チートかよ。なんだんだよ。ま、ふざけんなよ。ガキにチート使うなよ。もう次、もう、とりあえずあいつを負けさせるためにちょっと他やっていこう。とりあえずメインミッションってか進めていこう。次何を、ちょっと待って、登録のレースに勝利しよう。ちょっと金集めたけんかん。ちょっと金集めよう。あ、てかなんか誰かおるぞ。誰だあの青いやつ。通れるんか。ちょっと待って、レース終わって、あいつ、あの、兄貴、マジで、殺しやろうかなと思ったけど、こいつもなんか似てるやつが出てきたぞ。ここら先は真の実力を持ったトロッコレーサーだけが入れるんだぜ。その証がないと通さないぜ。あれ？登録さん？あ、それ登録や、登録思い出した。違う違う、俺は16って言うんだ。登録は双子の弟だよ。あ、そうな。おめえもしかして、しんのすけくんか？登録から噂聞いてるぞ。レースの才能が半端ないんだってな。うん、お前らがチート使わんかったら半端ない、俺の才能なんて。それほどでも。なあ。だったらトロッコレーサーの証なんてすぐに手に入れられるだろ。ああ、この先に俺のマニアックな店があるんだ。今度招待するぜ。トロッコレーサーの証。登録ってやつね、勝たんとあかんのか。あのチート野郎に、こと投げないやつめ。マジか。ちょっと金集めてくるわ、ちょっと石集めの次は、素材集めの次は、もう金集め、金取ってくる、金。とりあえず金だ。行くぞ、しろ。こんなクソみたいな。よし、明日は金も集めまくろう。金集めまくって、万能兄貴っていうか、ね、どうしろか、何やか、剣しろか忘れたけど、あいつぶっ殺しやる。